で今日は側、えー、関節の捻挫の、えー、テーピング固定の前回の続きをやっていこうと思いますで今アンダーラップとアンカーテープが上2本と下に1本巻けてるので今度は、えー、スターアップを3本入れていきますで内反捻挫の場合は内側から外側に外反捻挫の場合は外側から内側に向かって、えー、巻くようにします で、貼、えー、り方ですけど、えー、内くるぶしのところをしっかり真ん中通るように貼ってあげてでかかとを通ってで外くるぶしの真ん中を通るようにしてしっかり引っ張ってあげて内反の制限をかけてあげますで次に、えー、前側から入れてかかとでさっきと同じところを通り 今度はそのままま後ろ側に回します最後3本目は反対に後ろ側から貼っていってまたかかつのところは揃えて前方に貼っていきますこれで内半と,、えー、と内返し捻挫であれば内半の制限外返し捻挫であれば外半の制限に なります以上です。